ですね、スイカが、今年の夏はいろんなことありましたけどね。そう、いろんな時期がありました、本当に。パンダ死んだり、ライオンが、トラが撃たれたりね。そう、逃げちゃってる。トラなんかやっぱりね、飼うときはちゃんと鍵かけなきゃダメですよ。これは本当ですよ。もううちなんかやっぱり猛獣飼ってますけどね、うん、もう檻なんか40にしあってね、なるほど、鍵なんか10個ぐらいついてるんですよ。だからうちのおばあちゃん逃げたことありませんよ。ちょっと待てよ。檻なんかおばあちゃんいるところだ、お前。秋になりましてね、これからだん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 寒くなったり暑くなったりしますから、陽気が変わります、コロコロと。特に今日来たらおじいちゃんとかおばあちゃん体気をつけないよ。気をつけてくださいよ。急にぽっくりなんてありますよ。やめろって。来年は日本の法律が変わりましてね、80以上は死刑になりますからね。誰が言うの、勝手に喋ろ。でもこんなこと言ったって私はおじいさんには不親切ですから。本当に親切してんのか。親切は本当は親切ですよ、うん、この間なんかおばあちゃんに道聞かれましてね、うん、銀座で親切、近道よ、近道、近道、親切で、おばあさん喜んで高速道路テクテク歩いてきました。ダメだって。車に鼻が死んでたらどうすんだこれ。いや、しかしやっぱり今交通事故ってのが多いですから ね、車が多いですから。もう去年と今年で交通事故倍ぐらい違いますよ。怖いですよ。だから交通標語をよく覚えてください。いろんな標語ありますよ。注意1秒怪我一生ね、車に飛び込め元気な子とかすごいです。やるかしら。いや、そんな交通標語あるんだよ。うるせえな。それから赤信号みんなで渡れば怖くないとかね。怖いよ、怖いよ。お前もなんだよ、お前は。ないよそんな。それから気にするのはどうせばあさん先はないとか。やめろ。お前そうやってダコのことばっかり言ってたもん。だからばあさんがタンポン買って見栄を張りといろいろあります。関係ねえだろそんなの。いいんだ、交通標語なんだ、うるせえな。お前のこともなんでもないじゃないか。お前なんか山形で交通標語なんかねえじゃねえか。山形で交通標語あるんだ。だから山形県出身の前でね。山形の。こいつなんか東京出てきて初めて人を見たんですよ。ちょっと待てよ。お父っつぁん去年まで人食い人種だったんだ。人食い人種だろ。飛行機飛んでるとみんな出てきて拝んでるのか。拝まないよ。どんな飛行機でも B29 なんて言ってたよ。でもおじいちゃんは偉い人ですよね。おじいちゃんは大変です。おじいちゃんは山形で有名な人。そうそうそう。山形県で最初に立って歩いた人ですから。直立人事だ。ちょっと原始時代か、俺。お前んとこなんか交通標語あるわけねえじゃねえか。うちの田舎なんてちゃんと標語あるんですよ。あれ見たことある。慌てるな、昔はみんな歩いてたとかね。何飛び出すな、牛は急に止まれないと。みんな分かる。何してた、俺。最近寄せの方もね、女の人のファンが増えましたね。嬉しいですやっぱり。大体女の人ってお笑いの好きな人大体頭いいですから、ね、頭がいいですよ。その代わり顔がまずいって何いや、だから中には嫌いな人ね。あのお母さんなんか水谷八重子さんみたいですよ。あ、そういえば似てますもん。八重子さんちょっと太らして ね、目細くして花火ちゃんして出っ張って浮くんですよ。めちゃくちゃ言うらしい。いや、女の人は顔は関係ありません。顔関係ありません。こいつんちの姉さんなんか波のブスじゃないですよ。何あんまりブスだって政府から補助金もらってくらいですよ。お金を出すわけにしてえな、お前は。あんた人んち貧乏で。じゃああれ持ってんの。何よ。ピンクレディーのおしゃれセット持ってねえだろ。関係ねえだろ。そんなの持ってたって裕福なのか。波の貧乏じゃないですよ。こいつんちゃんが今年の夏なんかあんまり貧乏でカトリ人口も買えないんですよ。何かわいそうだって買っちゃったんですけどね。あ、くれたんだ。あんまり貧乏で使い方知らなくてね、行ってみたら蚊にカトリ人口ぶつけたじゃない。ぶつけるな。今東京の子なんて遊ぶとこないでしょ、かわいそうにね。そう、表出れないしね。でも自然に体が弱っちゃってね。ないよないよないよない。うちの姉さんのことなんかちょっとしたこと体まいっちゃうんですよ。あ、ちょっとしたことない。この間なんかね、うん、頭に釘打っただけでまいっちゃったんですよ。珍しい。誰だってまいるの。おいで、親の言うことは聞かないしね。全然聞きません。姉さんのこともなんか姉さんのこと全然聞きません。全然聞かない。この間姉さんと二人で外歩いた、うん、で向こうから車が来た。どうしたの。飛び込めって言ったって飛び込まないからね。飛び込めはいくらかになるじゃないかもよ。